さようなら。プラン75。皆さん本日もお疲れ様でした。あらすじラジオQです。友人が僕の勤めてる会社の近くにバーをオープンすることになりまして、仕事終わりにねフラッと寄る場所ができて僕は嬉しく思っております。毎週顔出そうと思ってます。今日紹介するのは昨年公開されたばかりのプラン75、社会派ヒューマンドラマ、まあ、ディストピアと言っていいんじゃないですかね。超高齢化社会で国の財政が圧迫されたことで政府が打ち出した政策、それは75歳以上の老人が自ら死を選ぶことができる制度。主演を務めるのは倍賞千恵子さん。そのプラン75の対象者である高齢者角谷道を演じます。他にもプラン75を案内する職員を磯村勇斗さん、プラン75の申請者をサポートするコールセンタースタッフを河合優美さん、他にもプラン75の利用者や関連施設で働く外国人労働者などなど、プラン75という架空の制度を様々な角度から見つめ考える群像劇でもあります。監督は基本的にこうした社会には否定的な立場のようなんですけども、あなたはどう感じるでしょうか。僕の考えは動画の後半で喋ることとして、今回も前半のあらすじを紹介していきます。動画を面白いと感じていただけたら、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。2025年、増えすぎた老人が国の財政を圧迫、しわ寄せを受けた若者が老人を襲撃する、そんな痛ましい事件が国中で頻発した。打開策として政府が打ち出したのがプラン75。75歳以上の老人が死を選択できる制度。ホテル清掃員として働く角谷道。夫とはすでに死別、子供はいない。アパートに帰っても迎えてくれる家族はない。今日は道を含むおばあちゃん4人でカラオケ。仕事仲間と過ごす時間は道にとって貴重な孤独を忘れられる時間。途中、一人がプラン75に申し込むといい、豪華リゾートホテルのパンフレットを見せてきた。プラン75に申請すると支給される支度金の10万円、それで最後の贅沢を楽しむのだという。街にはプラン75を推奨する広告が散見される。温かみのある広告ではあるが、その裏に隠されたメッセージや背景を考えると未知の心は複雑だった。仕事仲間の中で最も親しい稲子が仕事中に突然倒れ入院してしまった。職場で倒れてしまったことが原因で、未知含む高齢の従業員は一斉解雇となった。表向きには高齢が理由だったが、実際のところは職場で死なれちゃ困るだろう。ホテルで死んだら縁起悪いもんね、仲間の一人が冗談っぽく言う。ありがとうございました。それでも道は雇ってくれたことに感謝した。仕事を失ったことで家も退去を迫られた。なんとか雇ってもらえないかと駆けずり回ったが、78歳の道を雇ってくれるところは見つからない。やっとの思いでありついた深夜の交通整理、体力の落ちた道に立ち仕事は応えた。それでも家も仕事もなんとかつながった。しかし道には気がかりなことがあった。すでに退院したはずの稲子に連絡がつながらない。家を訪ねてみることにした。鍵が開いている。ドアを開けた瞬間、不臭が鼻をついた。込み上げてくるものを抑えながらリビングに視線を向けると、そこにはふとした瞬間に襲ってくる言いようのない孤独感、絶望感。
体を動かしている間だけはそれを忘れられたが、もう限界だった。未知はもう疲れ果てていた。こうまでして生きなければならないのか。人生の幕を引く。もしそのタイミングを自分で選べるとしたら、それは今かもしれない。いつ訪れるともわからない最後のためにもがくより、誰にも見取られず悲惨な最後を遂げるより、何より自分が自分でいられるうちに。未知はプラン75に申し込んだ。さあ、いかがだったでしょうか。みちさんがプラン75への申請を決めてしまいました。ここからどうなることやらと。で、映画見て僕が思ったことを率直に言うと、このまま何の変化もなく社会が進んでいくのであれば、プラン75を、推奨するかどうかは別として、制度として置いておくのはありなんじゃないかななんて思いました。あらすじも書きましたけども、身寄りがなくて体力も落ちてお金もなくて、それでも生きていかなくちゃってするみちさんが僕はちょっと見てられなくて、こうまでして生きていかなくちゃならんのかなと、なんかこう義務みたいに押し付けることは違うのかなって、なんかこうもし自分ならって思ってしまいました。そしてこの作品群像劇となっておりまして、みちさんの他にもプラン75制度を利用する人いますし、制度を提案する人、申請者をケアする人などなど、様々な視点で描かれます。派手な映画ではないんですけれども、とても完成度が高い作品だと思いました。こういう映画見て、こうやって自分なりに考えるのが楽しかったりするので、ぜひ視聴済みの方はご意見をお寄せください。さあ、そろそろお時間が近づいてまいりました。プラン75、現在こちらの配信サービスで視聴することができます。視聴済みの方はぜひ感想をお寄せください。ほぼ 100% お返事いたします。動画を面白いと感じていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今回はここまでです。お相手は私 Q でした。僕からは以上。なんか花粉がぶり返してきました。